皆さんこんにちは、ともりあらたです。いきなりですけど、皆さん体匂っていませんか？もしかしたらある生活習慣のせいで、知らず知らずに周りからちょっとあの人ニンニク臭いかもって思われてるかもしれません。気になる方はですね、ぜひ最後までご覧ください。まず最初に、体臭っていうのは、人によってね大きく差はあります。例えば液臭症と呼ばれるような病気ですね、体の中にあるアポクリン腺っていうものが多くて香りが出る以外にですね、例えば年齢によってで体から発せられる匂いっていうものが変わってくるっていうところもありますよね。以前も私お話しした、女子高生の香りっていうところで、ロート製薬さんがラクトンという成分がそういった若いね10代の方からは出ていて、桃のような香りがしますよっていうようなお話をしたことがあります。10代から20代の女性の特有の香りなので、このラクトンの香りに似せたねボディーソープっていうものを作りましたよっていうのを以前ね、レオコっていうものをご紹介したと思います。それとはまた別にですね、加齢臭って聞いたことありますよね。40代以降になってくるとまた発せられるっていう、これはノネナールという成分になります。これがですね、フルホンとか、あと枯れ草みたいな、ああいった匂いなので、加齢臭と呼ばれているんですね。もう一つミドル臭と呼ばれているものがあって、油が腐ったような香りがするというもので、30代から40代の男性によく起こるジアセチルという成分が発せられることによって、油臭くなるっていうことが分かっています。それぞれラクトンはロート製薬、ノネナールの加齢臭は確か資生堂、ジアセチルっていうのはマンダムさんが研究しているっていうところだと思います。私も46なので、加齢臭が体からは出てるって言われても、仕方がないなと思うんですが、実は生活習慣でも体臭っていうのが変わってくるということが分かっています。例えば何かっていうと、ストレスをすごく感じた時にはですね、ストレス臭というような、ネギとかのようなね匂いがするっていうことを資生堂さんが研究していて、それがですね、アリルメルカプタンだったりとか、ジメチルトリスルフィルドという、それらのガスが体から出ることによって体臭が出るんじゃないかというところも言われてるんですが、今回はですね、なんと睡眠不足でニンニクのような香りが出るんじゃないかっていうことが分かったんです。厚生と東海大学の理学部の共同研究で分かったことなんですね。睡眠不足になると、ニンニクと同じような香りのジアリルジスルフィドというガスが出るっていうことが分かったんですよ。怖くないですか？どういう実験だったかっていうと、よく眠れる人、よく眠れない日がありますっていう自覚をしている20代から30代の男女を集めてきて、食べ物とかね、そういったものとかで変わったりもするので、タバコだったりお酒は一定の制限を持ってもらって、ただ寝る時間っていうのは確定しないで普通に生活を送ってくださいっていう風にお願いしたらしいんですね。ただよく眠れたかどうかって自分の体感だけではないじゃないですか。公平に見るためにもデバイスをつけて入眠ができたかどうかとか、あとは心拍数とかいろいろなものを測ってしっかり眠れている日っていうのと、質が悪かったり、そういったことも調べているそうです。次に、肌から出るガスっていうものをしっかりと計測しなきゃいけないので、起きてから30分以内にですね、皮膚にガス測定器をつけて測定して、どういう種類のガスが出ているかっていうことも採取したらしいんですね。そうすると、よく眠れた日にはあまり出ていないんですけれども、睡眠不足だなっていう時にはジアリルジスルフィドというガスが体から出てるっていうことが分かったんです。これはニンニク臭の主成分って言われてて、よく寝れた日はですね、50センチ離れているところではもうほぼ香りはしなかったらしいんですが、自分が寝れなかったなって自覚した日にはですね、同じ距離でも匂いが分かるぐらいガスが発生したらしいんですよ。体臭を、気にしてタバコ吸わないっていうのはもちろんだし、なんかブラックホームの取らないとか、シャワーに入ってボディソープとかも使ってますって言っていても、寝不足が続くと人からは、あ、この人ちょっとニンニク臭いかもって思われてるかもしれないっていうのはびっくりだなと思います。残念ながら日本人っていうのは世界の中でもですね、寝ない民族だっていうふうに言われています。 OECD といって、経済開発協力機構というところが2021年に出した発表によると、日本人は
対象の33カ国の中で一番睡眠時間が短い国だっていうふうに言われてるんですね。30代40代になってくると女性はね、子育てだったりとか介護が始まったりとか、男性もですね、30代40代50代っていうのは仕事がお忙しかったりとか、だん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 睡眠のサイクルっていうのがもう乱れてしまって、ミドル臭だったりとか加齢臭も出てくる上に睡眠不足のニンニク臭まで出てきたらですね、ダブルパンチだなっていうふうに思うので、こういう研究が出ましたよっていう発表だけで、多分これから厚生さんがね、化粧品だったりとかデオトラントのものを開発してくれるんだろうと期待はしているんですけれども、今のところは研究発表だけだったので、人からね、体臭が気になるって思われないようにするためには、お風呂だったりとかで、まあ、加齢臭だったりを落とすとか、そういったことも大事ですけれども、睡眠をしっかりとりましょうっていうところもすごくポイントになってくるので、より体臭を気にするんであればしっかりと寝ましょうと。寝ることによって、もちろん皮膚のターンオーバーだったりがしっかりとなるので、肌の質も良くなってくるし、体のね、ホメオスターシスといって恒常性も維持できるので、寝る前にスマホを見たりとか、寝る前に激しい運動するとか、満腹で寝ちゃうとか、そういったことがないように、睡眠の質を良くするっていう動画もいくつか出していますので、よかったらそういった動画もしっかりと見ていただいて、睡眠時間もそうですけれども、質のいい睡眠をとるっていうことを、体臭予防のためにもぜひ皆さん気をつけていただければと思います。はい、ということで今日はね、ちょっとね、衝撃的なお話をしてしまいましたけれども、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこういう風にね、健康とか美容について詳しくお話ししておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。